シーの運転手が殺され、売上金が奪われた事件。逮捕されたのは16歳の少年と少女でした。銃を持った2人が現金輸送車を強奪、信用金庫の職員が撃たれ死亡しました。夜の渋谷駅が騒然、ハサミを持った男が口論の末男性に切りつけました。今日の突撃安井は月島から。200キロの天然本マグロ大迫力解体生中継、もちろん値切りますよ。こんばんは。こんばんは。5時半になりました。ニュースプラスワンです。